大山信代はドラえもんをほぼ自声で演じていた。藤子 F 不二雄に初めて会いドラえもんの声の感想を聞くと「ドラえもんはああいう声をしてたんですね」と言われ「地声のコンプレックスがなくなった」「僕ドラえもん」「はいタケコプター」などのセリフは大山がアドリブで生んだドラえもんの声優になってからイメージを守るため他の役をほぼ断っていた台本でドラえもんの一人称は俺だったが子供が見る作品だから悪い言葉は使わないと思い「僕」に変えた。 直腸がんが疑われ全ての仕事がキャンセルとなったが子供たちに夢を与えたいと思いドラえもんのアフレコだけは一切休まなかった。